ニュージーランド手話は、ニュージーランドの聴覚障害者コミュニティの主な言語である。2006年4月に、ニュージーランド手話法2006の下で、ニュージーランドの公用語となった。この法律の目的は、法制度全体を通じて、NZSL の使用に権利と義務を生み出し、ろう者コミュニティが、他の人々と同じように政府の情報やサービスにアクセスできるようにすることだった。 2013年の国勢調査によると2万人以上のニュージーランド人が NZSL を話している。ニュージーランド手話の起源はイギリス手話であり、専門的にはイギリス、オーストラリア、ニュージーランドの手話の方言とみなされる場合がある。アメリカ手話に33%の NZSL のサインが見られるのと比較して、 イギリス手話と NZSL には62.5%の類似点が見られる。他の自然な手話のように、それは話された言語か書かれた言語への言語的な関係なしに、老者によってそして老者のために考案された。NZSL は BSL 及びオースリンと同じ両手の指文字を使っている。手話や顔の動きと一緒に使う唇のパターンが BSL よりも多く、 ニュージーランドの聴覚障害者に対する講和教育の歴史を反映している。その語彙には、マラエやタンギといったマオリの概念とニュージーランドの地名の手振りが含まれている。例、ロトルアドロタマリ、ベリントン、W と強いそよ風、オークランド、スカイタワー、クライストチャーチマイナス2つの C で CHCH CH を表している。 ニュージーランドへの最初のヒポリネシア系の移民はイギリスからであり、そして聴覚障害者の人々は彼らと共にイギリス手話をもたらした。最初に手話の教師として知られたのはドーカス・ミッチェルで、1868年から1877年までリッテルトン公のチャーターゼワンで一家の子供たちを教え、1877年までに42人の生徒を教えた。 1878年、キリスト教会の南東にあるサムナーに、初めて老学校が開かれた時にミッチェルは校長に、応募し不合格となった。その代わりに、1880年のミラノ聴覚、障害教育者会議において、教えることは校頭のみであるべきであり、手話は禁止されるべきだということに同意した、ゲリットファン、アッシュのもとに行った。 彼は手話が話せる生徒を認めようとすらしなかったので、たった14人しか認められなかった。これは1979年まで同行の方針であったが、1950年代に制作された同行のドキュメンタリー映画には、手話は同情しない。1940年と1958年に開校したキティランギ校とケルストン校でも同様の方針が維持された。 驚くことではないが、子供たちは密かに、そして学校を卒業した後に手話を使い、100年以上もの間、大人の介入なしに、イギリス手話から NZSL を発展させた。NZSL の主な避難所は、主要なセンターの聴覚障害者クラブだった。1979年、サムナー学校で、トータルコミュニケーションが採択されたが、そこで使われていた手話は、 人工的に手話で表現した英語のオーストラリア手話だった。その結果、若い手話の話者は NZSL で多くのオーストラリア手話の表現を使い、伝統的な NZSL を古い手話と呼ぶ人もいるほどである。NZSL は1994年に採用され、教えられるようになった。1985年、マリアンヌ・アルグランは、 ビクトリア大学ウェリントン校の博士論文の中で NZSL は十分に成熟した言語であり多くの動作による語彙と一貫した文法空間を持つことを証明したニュージーランド手話教師協会が1992年に設立されその後の数年間で NZSL の成人教育の授業がいくつかのセンターで始まった1997年には ビクトリア大学ウェリントン校で聴覚障害者のための学習プログラム c e r t i f i c a t ン in Deaf Studies が始まり実際に NZSL で指導を行っているこのプログラムは聴覚障害者に NZSL を広く一般に教えるためのものであるまた1992年にはオークランド工科大学に通訳者の養成プログラムが設置されたこのプログラムは最初 レイチェル・ロッカー・マッキー博士とデビッド・マッキー博士によって指導、監督されていたが、より安全で専門的な通訳サービスの必要性を認識していたニュージーランド聴覚障害者コミュニティやその他の人々によるロビー活動のおかげで実現した。早くも1984年には手話通訳者の必要性を判断するためのさらなる研究への支援を求めた。 1985年の1回限りのコース欄を除きニュージーランドで資格のある専門訓練プログラムが提供されたのはこれが初めてであった。プロの NZSL 通訳者として仕事をしている人たちの多くはジェルタのメンバーが教える NZSL コミュニティクラスで NZSL を始めた。NZSL の認識に向けた重要な一歩は1998年に ビクトリア大学ウェリントンとニュージーランド聴覚障害者協会が発表した包括的な NZSL 辞書である。そこには4000ほどの記号が収録されている。これらの記号は英語の意味ではなく手形順にソートされ、ハンバーグノーテーショナルシステムハムニシスにコード化されているほか、絵画的にも分類されている。2011年、 ビクトリア大学は1998年の現状に基づいてオンラインディクショナリーオブニュージーランドサインランゲージを開始した。この中には各標識のビデオクリップに例が示され記号の特徴や英語のグロスに基づいて標識を検索する機能が備わっている。TVNZ は NZSL で解説した毎週のニュース番組ニュースレビューを数年前から放送していたが、 難聴者と聴覚障害者を対象にした合同調査で字幕付き番組が大多数を占めたため1993年に中止された。多くの聴覚障害者は調査によって自分たちが誤解されたと感じている。それ以来 NZSL には通常の番組はない。2012年8月から2013年8月にかけて人権委員会は ニュージーランド手話の利用と促進に関する調査を実施した。調査は調査の3つの付託事項に関して主要な政府機関と聴覚障害者コミュニティとの共同に焦点を当てている。一聴覚障害者と潜在的な利用者が NZSL の教育を受ける権利に NZSL のコミュニケーション、情報と サービスにアクセスするための聴覚障害者と、その他の潜在的な利用者の権利、及び専門的な NZSL 通訳サービスと、その他の NZSL サービスと資源の提供を、通じた表現と意見の自由の権利。3NZSL のニュージーランド公用語としての、普及、維持。調査の完全な報告書である、署名する権利の新時代は、2013年9月3日。 障害者問題担当大臣、タリアナ・トゥリアによって議会で発表された。NZSL は2006年4月11日に英語とマオリ語に次いでニュージーランドで3番目の公用語となった。これを承認するための議会法案は2006年4月6日に第3読回を通過した。2004年6月22日の第1読回ではすべての政党の支持を得た。それは 司法選挙委員会に付託され、2005年7月18日に会員に報告された。第2読解は政府が NZSL に資金を提供しなかったため、アクト等だけが反対して2006年2月23日に119対2で可決され、2006年4月6日に同じ表彩で第3読解を通過した。この法案は2006年4月10日に 国王の最下を得て、翌日に成立した。NZSL を有効な教授言語として使用することは、政府、聴覚障害者の教師の教会、そして多くの親たちによって、常に受け入れられてきたわけではない。しかし、言語としての妥当性に関する多くの研究と、聴覚障害を持つ成人、聴覚障害児の親、および教育活動家による多くのアドボカシーを考慮して、 NZSL は1994年以来、英語と並んで、公立学校で使われるバイリンガル、バイカルチュラル方式の一部になっている。ビクトリア大学ウェリントン校は、ニュージーランド手話に関するコースを持っているが、まだ主なプログラムを開発していない。アウトは NZSL の通訳のための学士課程を持っている。ニュージーランド手話における語彙の違いは、 ニュージーランドのの5つの老学校を取り巻く学生コミュニティを通じて大きく発展してきた。ありがとうございます。